皆さんこんにちは。すくすく子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしていきます。子育て中の方々に子育てに関する情報や三田市のサービスなど分かりやすくお伝えしていきます。三田市では子育てするなら絶対三田をキーワードに、子育て世代を応援するさまざまな支援策の充実を進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、子育て・教育に関する取り組みやサービスなどについてお話をいただきます。お相手は門垣俊子です。今日はスタジオに教育総務課の岡本さんにお越しいただき、公立幼稚園の園庭芝生化についてお話をいただきます。岡本さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、教育総務課の岡本です。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。公立幼稚園の園庭芝生化については確か一昨年度にお話しいただいたときに順次整備していくというお話だったと思いますが、はい、今年度は大市、愛、高平の3園の芝生化を実施中です。はい、これで三田市の公立幼稚園10園の園庭すべてが芝生園庭になります。すべての公立幼稚園の園庭芝生化が完了するんですね。それは嬉しいことですね。ちなみに園庭芝生化ではどんな作業が行われるんでしょうか。はい、まず苗を植える前に園庭に土を入れます。はい、園庭は広いですから、多いところでは2トントラックで15から16杯の土を運び入れます。園庭に大きな土の山が15から16個でき、それを平坦にならしていきます。それはかなりの土の量ですが、どのようにして広げていくんでしょうか。はい、スコップやトンボで広げていくのですが、この作業がとても大変なんです。そうでしょうね。もちろん園の職員だけではできませんので、保護者や地域の皆さんに助けていただきました。地域の皆さんと言いますと、どのような方々が参加されたんですか。はい、幼稚園や小学校の保護者の皆さん、はい、日頃幼稚園の子どもたちと交流をしてくださっている地域の団体や役員の皆さん、はい、学校評議員さんなどですね、いろいろな方々が幼稚園の園庭の芝生化に関わっていらっしゃるんですね。はい、愛幼稚園では作業日を土曜日に設定し、地域活動の一環として愛地域の各種団体に声をかけていただきました。中には中学生の野球チームのメンバーも参加したりと、はい、皆さんの協力のおかげであっという間に作業が終わりました。そうですか。地域のたくさんの方々に支えられまして、園庭の芝生化が行われているということがよくわかりました。そうですね、土入れ、苗植え作業をはじめとした芝生化作業はもとより、はい、その後の維持管理も地域の方や保護者の皆さんが手伝ってくださっています。はい、芝生支援日として園がお願いした日に集まっていただき、芝刈り機の操作、草引きなど維持管理のためのさまざまな作業を手伝ってくださっています。はい、芝生の維持管理も大変な作業ですよね。はい、1年を通しての作業ですので、夏の暑い日、冬の寒い日など気候は様々ですが、そうですね、一生懸命に作業をし園を支えてくださっていることに感謝しています。子どもさんたちもきっと保護者や地域の皆さんにとても感謝されているでしょうね。そうですね、作業はほとんどの園で保育時間中にしていますので、皆さんが一生懸命に作業をしてくださっている姿を園児たちは見ています。はい、まあ、その様子を見ることで自分たちが周りの人たちに支えられていることを実感し、感謝の気持ちを持つきっかけになれば嬉しいですね。また人のために自分ができることをしたり、人と力を合わせて取り組もうとする姿勢につながっていけばと思います。はい、園庭芝生化は子どもさんたちの体だけではなく心も育んでいるんですね。はい、また体の育ちで言えば、芝生の上では子どもたちはとてもダイナミックに体を動かします。はい、緑の絨毯の上を走っていると思わず前転や
側転をしたりブリッジをしてみたりいろいろな体の動きを楽しんでいる姿を見ることができます。すごく活動的ですね。マットでするような運動も園庭でしてしまうんですね。そうなんです。ふかふかの芝生の上で思いっきり体を動かし、はい、成功体験やいろんな人に認められる体験をしながら、心豊かに育っていってほしいと思っています。園庭芝生は子どもたちの心と体づくりに大切な役目になっているんですね。今後も芝生の園庭化に注目ですね。そうですね。芝生の園庭は幼稚園の子どもたちの活動の場だけでなく、本庄小学校では運動会に向けて高学年の組体操の練習の場として利用されたようです。あ、組体操の練習で芝生の園庭使用されたんですか。はい。土の上での抵抗感や恐怖感が緑の絨毯である芝生の上では緩和されます。あ、そうですね。芝生の上での練習を通して体の使い方に慣れてから土の上での活動を行うとスムーズに取り組めるようです。なるほどね。芝生の柔らかな感触が心を解放させるんでしょうね。小学校が幼稚園の芝生園庭を利用するということは日頃から交流があるんですか。はい。本庄幼稚園と本庄小学校は日頃からいろいろな学年との交流活動をしています。あ、そうなんですね。小学校の運動会当日は幼稚園の子どもたちも一緒に参加しています。はい。いつも優しく接してくれるお兄さんお姉さんが自分たちの活動に真剣に取り組み、見事に組体操をやり遂げた姿を見て、これまで以上に憧れや尊敬の気持ちを持ち、さらに努力し力いっぱい取り組むことの大切さを学ぶ機会になったようですね。そうですね。お兄さんお姉さんの努力を知ることで目の前で次々に完成していく組体操を見る目も違ったことでしょうね。そうなんです。他の園でも小学校に隣接している園は小学校との交流活動に芝生園庭を活用しています。これからも小学校や地域の方々にも大いに活用していただきたいと考えています。はい。今後も活用の幅が広がっていけばいいですね。では最後に芝生園庭に関連した取り組みについて市民の皆さんにお伝えいただけますか。はい。5月後半には各幼稚園で運動会が行われます。緑の絨毯の上を元気に駆け回る子どもたちの姿をご覧ください。はい。また芝生園庭に関連した取り組みとしまして、10月19日に公立幼稚園協会主催で幼児の心と体の育ちを育む交流フォーラムが開催されます。はい。園庭の芝生化の取り組みを広く市民の皆さんにお伝えし、一緒に考える機会になればと思います。すでに8月15日号広報誌伸びゆくサンダや市のホームページでもご紹介していますので、ぜひご参加いただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。10月19日幼児の心と体の育ちを育む交流フォーラムを開催されるそうです。すでに8月15日号広報誌伸びゆくサンダやサンダ市のホームページで掲載されているということですので、ぜひ皆さんご確認ください。また9月後半には各幼稚園で運動会が行われます。こちらも芝生園庭で元気に走り回る園児さんたちの応援に行かれてみてはいかがでしょう。岡本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回は教育総務課の岡本さんにお越しいただき、公立幼稚園の園庭芝生化についてお話をいただきました。次回の放送は9月2日の月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページと9月15日号の広報誌伸びゆく三田に掲載しますので、ぜひご覧ください。すくすく子育て情報局、この時間は子育て世代を応援するさまざまな支援策や子育てに関する情報、そして三田市のサービスなど分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話聞かせていただけるんでしょうか。どうぞお楽しみに。